堀田真由主演のヒューマンラブストーリー、たとえあなたを忘れても、のメインビジュアルが完成。ピアニストになる夢に挫折した河野ミリ、堀田さんは、現実から逃れるように実家を出て、いとこの心療内科へ、遠山保つ、風間俊介が働く神戸で一人暮らしをしている。音大時代の奨学金返済があるため、自由気ままとはいかないものの、音楽教室のピアノ講師として音楽を身近に感じながら、ささやかな生活を送る。ある日、音楽教室からの帰り道、見慣れないキッチンカーを目にする。メニューを覗き、大好きなメロンジュースに心惹かれるが、1杯700円は今のミリには贅沢すぎる。ぐっとこらえて別の安いジュースを注文するミリの様子に、店主、青木空、萩原陸の温かな眼差しが注がれる。数日後、音大時代の同期、江藤マリアの紹介で、音楽出版社の面接を受けることになったミリは、ケーキ漬けに空のメロンジュースを購入。その小さな変化に気づいた空は、微笑みと共にミリに声をかけ、完成したビジュアルは、手をつないで頭を寄せ合うミリと空の姿が映し出され、大切な人を思う切なさや愛おしさが感じられる一枚となっている。また、ミリと空が一緒に過ごした記憶の数々が映し出される最新映像も公開。社会の役に立たないものをモチーフに紡がれる切なくも美しい世界には、二人を取り巻く存在として、様々な事情を抱えた人物も登場。そして主人公たちの顔、さ、現在、そして未来にも関わる面々を演じる追加キャストも一挙公開となった。